翔くん、ご機嫌いかがかな？あまり良くないようだね。本来なら楽しく夕食をとっていただくところだが、どうやらそれどころじゃなさそうだ。一応大広間に軽食や飲み物の用意をしておいた。あんなことがあった後なので食べる気にはならないと思うが、毒なんかは入っていない。自由に利用してほしい。泣いても笑っても明朝まであと12時間足らず。長い夜になるだろうね。頑張ってくれたんだよ。私からのささやかなプレゼントだ。面白いビデオを差し上げよう。各自自分の名前が書かれたものを沢田から受け取ってもらいたい。中には君たちの秘密と私からのメッセージが入っている。決して他の人には見せないでほしい。見せたら君たち自身が困ることになるだろう。もしかしたらこの私の正体がわかるかもしれないよ。飛び入りのマーク君はクロス君と一緒に見たまえ。それでは君たちの幸運を祈る。
Thank you.
The
Thank you.